日本に生まれたのにアマゾン輸出をしないのは損です。これから一番稼げやすくなるアマゾン市場はオーストラリア。日本製品はオーストラリアで高く売れます。オーストラリアは27年間高景気続きです。日本とは正反対ですね。それからオーストラリアの人口は先進国中で最も増加しています。これも日本とは正反対です。 そして景気が良くて人口が増えてるもんですから、とうとうオーストラリア人は世界一金持ちになりました。今まではスイス人が世界一の金持ちだったんですけど、そのスイス人を抜いてオーストラリア人が金持ちになってます。それはね、株価の上昇、それと不動産価格の上昇によって、いわばね、働いて努力して資産あるいは所得増えたわけではなく、 え、エレベーター、ね、残りエレベーターに乗っかってて、オーストラリアに住んでるだけで、えー、裕福になったというような状態です。そんなわけでね、オーストラリア人は金遣いも荒いです。一方、日本は財布渋い。ね、日本で売る輸入ビジネスは稼げないです。私も初めは輸入ビジネスに取り組みました。しかし、日本人は品質だけでなく、価格、包装、 梱包、配送日数正確さアフターサービス全ての要求が厳しいですアメリカでは新品で通用する商品が日本では中古どころかゴミとしての価値しかないそんな残念な体験もしましたまた輸入ビジネスや背取りで稼げなくて宿泊していた人にアマゾン輸出を進めて稼げない副業から稼げる本業に変化して会社の社長になった会員さんも何人もいます 世界最高の仕入れ場所。それは日本。良いものでも安く売らないといけない日本は稼ぎにくい。しかし逆に言うと仕入れ場所としては日本は最高です。私の世界旅行も最初は良い商品の仕入れ先を探す旅でした。しかし今や日本ほど仕入れに適した国はありません。これは世界50都市以上もあって強く実感しています。 物価の安い日本には儲かる商品がいくらでもある。例えば、100円ショップダイソーで買った商品が何倍もの値段で売れています。これは実際売れてる商品です。Amazon の場合、ね、売れるとランキングがつくますので、ランキングがあるかないかを見れば、売れてる商品か、ただ出してる商品かがわかります。これランキングのある商品の中からいくつかピックアップしてます。けど、例えば、二重まぶたにするアイテープ。 ダイソーの商品100円の商品が、えー、1300円で売れてる。ね、粘土が、えー、2個で1025円で売れてる。1個で、ね、1000円弱で売れてるものもある。で6個セッ,にセットにするとね、3倍と、ちょっと、ね、倍率は下がるんですけど、こっちの方が売れやすいと。それからベイブレード、ね、こちらも3倍で売れてます。それからね、炊飯ジャー。 これは1.9倍ですけど、3万1000のものが約倍で売れてると。また別な炊飯ジャーだと1万5230円のものが3万200014円と。業務用の炊飯ジャーでも2万5490円が5万1986円というようなね、売れっぷりです。さらにヘアアイロン。こちら2.8倍の6867円で売れて。ソニーのワイヤレスコントローラー。 8500円で仕入れて15122円で売れてコピックは8849円で仕入れて14817円で売れてそれからタミヤのプラモデルは778円,円で仕入れて14786円これなんかねプラモデルのパーツですけど1600円で仕入れたものが5.7倍9069円で売れてさらに、ね、家庭用ホームスター X ソラ、えー、家庭用プラネトリウムですねこちら8335円で仕入れたものが14181円お菓子のジャガポックル5990円で仕入れて11789円ウイスキーの響き4320円で仕入れて12359円とこのように高く売れる日本商品はいくらでもあります始まったばかりのオーストラリアアマゾンは今が絶好のチャンス、まあ、実は オーストラリアアマゾンはまだテスト運営期間中といったところです6月19日やっとプライムサービスが開始されました日本やアメリカの感覚だとアマゾンといえばプライムサービスがあってこそのアマゾンですそのプライムサービスも提供開始されたばかりです9月にシドニー物流センターがオープンしましたこれで最大消費地シドニーの住民がアマゾンの利用を開始します 10月に食品の扱いを開始しました。日用品である食品を扱うことで Amazon に訪れる頻度が上がります。これからどんどん販売力がアップします。今から売れる商品を見つけて備えましょう。日本には高く売れる商品がいくらでもありますが、初心者は高く売れる商品を見つけるのが大変。また高く売れるけど扱わない方が良い商品。一見儲からないように見えるけど実は安く仕入れられて稼げる商品もあります。 それから、高く売れて儲かる Amazon 室で扱うべき商品の探し方をサポートするのが、テンバーアカデミーのサポートです。わからないことは、気楽に聞けば解決するサポートがついています。そして、テンバーアカデミーのサポートは、儲かる商品を見つける方法を、手取り足取り、今節丁寧に教えるのが最大のメリットです。